マニュエル・カステル・オリバンは、スペイン・アルバセテ県イエリン出身の社会学者。専門は、情報社会学、都市社会学。カリフォルニア大学バークレー校名誉教授。2020年から、スペイン政府の第2次、サンチェス内閣で、大学大臣を務めている。スペイン語の発音は、マニュエル・カステルス、カタルーニャ語の発音は、マニュエル・カステース。アルバセテ県に生まれて、 ラマンチャ地方で幼少期を過ごしたが、家族でカタルーニャ地方のバルセロナに転居して、法学と経済学を学んだ。とても保守的な家庭で育ったが、青年期にはフランコ体制下のスペインにおいて反フランコ運動に傾倒した。その政治活動性ゆえに、国外への脱出を余儀なくされたが、20歳の時にフランスのパリ大学で社会学の学位を取得し、 1967年にはパリ大学で社会学の博士号も取得した。1967年にはパリ大従大学で講師となったが、1968年には学生の講義によって失職した。1970年から1979年にはパリの社会科学高等研究院で教員を務めた。1979年にはアメリカ合衆国に渡り、 カリフォルニア大学バークレー校で社会学と都市計画の教授に就任した。2001年にはスペインのカタルーニャ・オベルタ大学の研究教授に就任した。カリフォルニア大学バークレー校では24年間教鞭を取り、2003年にはバークレー校の名誉教授に就任した。 2003年には南カリフォルニア大学アネンバーグコミュニケーションジャーナリズム学部の教授に就任した。2008年には欧州イノベーション工科大学院の理事に就任した。ケンブリッジ大学セントジョンズカレッジの研究員でもある。2020年にはスペイン政府の第二次サンチェス内閣で大学大臣に就任した。 2000年から2014年の期間中、社会科学分野において、カステルの論文品用回数は世界第5位であった。2012年には、ネットワーク社会における都市経済と世界経済の政治気学の知識を形成したと評価されて、ホルベア賞を受賞した。2013年に、社会学分野でバルザン賞を受賞した。 1970から80年代前半にかけて、マルクス主義的な都市社会学理論を展開し、世界的な新都市社会学のムーブメントを生み出す。物的支持、集合的消費、都市社会運動などが、この時期のキー概念であった。その後は、マルクス主義的な資本主義批判から軸足を移し、経済リストラクチャリングにおいて新たなテクノロジーの、果たす役割を投球するようになる。 1989年には、情報都市の中で、フローの空間概念を提示し、グローバルな情報文化を構成する、物質的要素と非物質的要素の分析軸を与え、地理学等関連分野にも大きな影響を及ぼした。1990年代には、以上の2つの研究関心を接合し、情報時代三部作に結実させている。例えば、この中でカステルは、 不老の空間の編成に着目することで、かつての都市計画対都市社会運動という二分法に収まりきらない社会、空間的鋭意の変化の動向をつかもうとしている。また、2000年以降は同様の文脈で、ネットワーク社会論を展開している。ありがとうございます。